RTA はね、どうしようか。やる？今 RTA やっても大してだからね、まあ、16枚とかだったらまたちょっとやってもいいけどね、チラッとね。ジガルテは話した、フェスの話もした。そんなところか、賞味そんなところか。ミモリンのリリースイベントに参加してきます。いってらっしゃいませ。それをコメントで書いたらもっと多分喜ぶ生主さんがいると思うんでね。教えてあげてください。僕はミモリンさんもよくわからないんで、声優さんってこと以外あんまよくわかんないんでね。次のマリオはね、ナイスアテミナゲ。次のマリオいつやろっか、どうしよっか。どうしよっか。まあ、なんか近いうちに、まあ、モテオフまでに1回ぐらいやろうかな、やれたらなって感じかな。タグマはね、スプラトゥーンに関しても、まあ、なんか1回やれたらいいな、モテオフ前にって感じ。ちょっとわかんない、その辺かな。深みの剣、あ、深みの剣ってなんだっけ。ジム行くか、ちょっとあと1匹だけ揺れてる。あ、ほんとだ。ちょっとコメビ見てたから、コメビ見てたからさ、コメビ見てたから、戦艦帝国はだから時間ができたらやる、毎回言ってるけど、何十回もうこれで20回目ぐらいだから、もうそろそろ伝われよって思ってるけどね。いきますか、ジム。いきますか。いやだから、戦艦帝国やれって言ってる人は、俺のじゃあマインクラフトとスプラトゥーンの編集をやって、したらやるよ。ほんと時間ないから、マジで。マジでないから、時間が。みんなが思ってる以上に。オッケー。いやもうほんとさ、マジやばいのよ。わあすげえ。まあね、好きでやってるからいいんだけど、ちょっとね、余裕はないね。時間的な余裕がないんだよね。あとは別になんかやりたいゲームもいくつもあるしさ、やるモチベーションも今はあるしさ、なんか体調的にも全然全く問題ないからね、全然いいんだけど、時間だけがもうとにかくない。だからもう限られた時間の中でできるものを一個一個優先順位立ててやってるっていう。今ちょっとそんな感じですかね。薬ある？ちょっと見ようか。3。3元ないかな。いや、いけるだろ！いける！そのための嘆きだもんだって。何のために嘆き連れてきたんだって話じゃん。行くわ、篠原で。篠原無双するわ。いけるいける。え、じゃあさ、ちょっと待って、睨みつけて、篠原投げて、睨みつけて、篠原投げない。そうしない？もう全部篠原に任せね。そうしよう。そうするわ。もう全部篠原にやらせるわ、全部。いくぜ。リベンジだ。アロエさんよ。君のことを研究し尽くしたんだ、俺は。人の研究もいいけど、自分の研究をもっとした方がいいんじゃねえのか、ロエさんよ。よくもこの前はボコボコにしてくれたね。やり返してやんよ。威嚇だ？んなもんでね、へこたれるようなポケモンじゃないんですよ。こっちだって進化してきてるんですわ。はい、尻尾振る。チュルチュルチュル。チルチル、倍返しだよ。一発耐えるから、ほら、ざまあ。今までの、あなたトレーナー見てきたわよね。よくわかんねえ。読めない。シェルブレイドバッシュン！一段階ダウン。
イエス強いちょっと強すぎんだけどマジで。でも甘かったな。俺の最終兵器を使う時が来たってことだよ。篠原さん、やっちゃってください。突進？お、自滅するんじゃないのかそれは。大丈夫か？会ってみたけー。ザシオッケー、いいぜ。ハイレベル19。ほんでミルホッグだ。もう分かってますから、戦い方。ええ、分かりきってますから。どうせあれでしょ、敵討ちするんでしょ。こんな状況でも勝地さんを探るのさ。1対3で何をおっしゃってるんですかね。あくびふわー、あ、睨みつける。おや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 、やってしまいましたね。敵討ち打てるターンにそんなことやってていいんですか。あ、あ、マジ3人中死ねや、マジで。ふざけんの、マジ3人中は。ふざけんじゃねえや、マジで。催眠とかさ、マジありえないんだよ。最低だわ、マジで。ほんと空気読めよ、マジで。お前、うふふ。イェーイ、睨め、睨め。イェーイ、睨め、睨め。ピピー。ピピピピピ。ほんで、乱れ比較、乱れ比較。あ、雨を覚ます。敵討ち。今更ですか？耐えますよ、火力。おぶね。しかし、この乱れ比較、5回急所に当た、かっぱ。いいよ。あくび、あくび退散するから。ちょ、ついよ。甘かったな。残念だ。ただ、お前はここで終わってしまう。篠原先輩が、うわ、手見投げ、敵討ちなんか聞かねえ、ドラーッディッシュ、はい、勝ちー。余裕なんだよ。大したもんだよ。あんた、惚れ直しちゃった。あ、惚れちゃうじゃないか。なるほど。うっとりするほどの、えも言われぬ戦いっぷり。このベーシックバッジ受け取るにふさわしい。ポケモントレーナーだね、あんた。やった、もらった。やったぜ、篠原念願の金メダル。一本勝ちです。篠原、日本、金メダル。なんでさ、実況する人ってさ、絶対その選手名の後に国名言うんだろうね。国名。わざましい何？敵討ちあんま強そうじゃないよ。勝負。よし。畑打ち前のターンに味方が倒れたら行くわ。バーイでーす。よっと。マメー！は？ママ、大変、大変だよ。プラズマ団という連中が骨をいただくって。え？え、夫婦じゃなかったの？奥さんって言ってなかったって。え？え、奥さんって言ってなかった？夫婦だよね。あ、子供がいるってことか。そういうことか。そういう夫婦なんだよ。え、でも子供できないとパパママって言わなくない？夫婦って。ちょっとあんたたちお酢だけをよしとくれ。北川ジムトレーナー。我がプラズマ団のポケモンを自由にするため、博物館にあるこのドラゴンの骨をいただく。なんでや。我々が本気であることを教えるために、あえてお前の前で奪おう。では、煙幕。プラズマー、プラズマー、プラズマー、プラズマー。もげた。首が、海流。海流の首が、なんてこったい。あ、追いかけないといけないですよね。テールボーン！待てー！あばよ、とっぱーん！やあ、アロエ姉さん、何かいい化石見つかったかい？あんたまた捜索に行き詰まったのかい？あ、なんか、そんな人いるって言ってたよね。ヒウンジムのジムリーダー、アーティー。
アーティー、なんとなく気分転換かな。で、なんとなく大変そうだったけど、ひょっとしてなんかありまして、アロエさん、ちょっと待ってください。この人は本当にアーティーさんなんですかね。アーティーさんの皮をかぶったルパンですぞ。そいつがルパンだ。ねえねえ、モッティ、みんな集まってどうしたの？モッティ、何が問題でも。なんでなんだこの子たちは。友達かい？そうだよ。ベルにチェレになるほどトレーナーね。手分けすんのね。あんたたち、チェルとベルは、はい、戻って残ってください。で、アーティとモッティは矢車の森に探しに行くのね。アーティが案内してくれる。じゃあ頼んだよと。なんで俺がルパンと。なんで俺がルパンと、ドボ退治に行くのか。オッケー。アーティーはちなみにヤーティー使うんすか。あ、ダウジングマシーン、ナイス。いいものもらいましたね。アーティーがヤーティー使うってマジ。事情わからないけど博物館守ればいいんだよね。よろしくな。うん、多分意味ないことな。もう二度とルパンはこの博物館に来ねえけどな。アーティーロンジャー、マジで。アーティーロンジャーちょっと楽しみなんだけど。楽しみだわ。ロンジャーですかな。うん、すげえ楽しみだわ。ヤラドス使う。ヤラドスも使うし、ヤジアイスも使うし。オッケー。この人何なんだろう、ずっと気になってんだよね多分ね。あ、はい、あ、教えてくれるのね。オッケー。どうする、なんかちょっと切り良くない、それともちょっとプラズマ弾だけ倒すか。プラズマ弾倒すか。プラズマ弾のあれ決着つけて、ちょうど終わりぐらい。ヤバコイル使う。長い、結構長いイベント。ここで終わってもいいけど、なんかこう、キリいいよね。20分30分ぐらいかかる。あ、まあ、20分30分ぐらいだったら行くか、じゃあ。お、この先が矢車の森だよ。確かここで逃げられると厄介かもね。そこまでではないでしょ、なんか、そんな感じするから、行っちゃいまーす。オッケー。ドゥ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 、いなくなったとしても逃げられないように出口を塞ぐつもりさ。うん、こっちのルートを隠れていないか探してくれないか。チキンがよ、女の子にそれ任せていいのかよ。なあ、アロエ姉さんのためだ、やりますか。おい、女の子なんだからさ、危険な道行かすなや、マジで。ワンツーワンツー、息を回してワンツーパンチ。勝負する前私たちどうするか打ち合わせしてるの。かわいい。アーティーは普段、とか言ってるからな、マジで。マヨマヤ。くるみるくるみるー。かわいい。事案発生したな。くるみるくるみるー。とりあえず尻尾振っといて、乱れ引っかきでボコる以上。ういっしー。焼き尽くすがな、まあ確かにこういう時は焼き尽くすあった方がいいとは思うけど。てかさ、ワースト1ってさ、あれ外してんの、マジバカじゃねえの、マジで。アホー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 の作方、いつ進化するんですか、ワースト1って。まだ早く進化してくれない。あ、石か、そうか石か。そうか石か。ボケてた、俺がボケてたわ。さっさと進化するもんだと思っていた。危な、結構強い。急所やば、急所でもかっぱかったら急所当たる、それはそれは当たる。いや、いいや、これでいいや。次の街でもらえた気がする。まあでもあれだよね、このイベントってさ、確定でもらえるイベントじゃん。だからさ、進化させるときにさ、石必要って初見プレイじゃ分かんないじゃん。やっぱどっかで石もらうべきだよね、やっぱね。
てか、なんで再開ポケモン使ってんの？いや、くれたから。くれたからね。いや、人からもらったポケモンはそりゃ有効活用しないとでしょ。せっかくだし。なしみ30ぐらい。レベル22って弾ける方なのか。ああ、いた。プラズマだ。しつこい子供め、追いかけられないようにここで痛い目つけてやる。つけられるもんならつけてみやがれや。ジャポニカ学習長。あ、ワホッティ初見です。どうも、こんばんは。ゆっくりしてってね。あ、来た。めぐの子。初登場、めぐの子。めぐの子5世代なんね。覚えとこう。めぐの子ワルビアル。めぐの子なんちゃらワルビアル。それともめぐの子ワルビアル。覚えてた。悪地面だよね。あれ、悪地面だっけ？悪岩だっけ？悪地面だよね。ワルビル。あ、ワルビルか。そうだ、ワルビル、ワルビアルだ。そう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 。メグロコ、ワルビル、ワルビアル。せやせや。はい、二人目。あら、お探しかしら？ジャポニーカ学習長学校の言うた、だって。噛んだ。噛んだんだよ。ミスド行ってお昼寝して戻ってきたんご。いい休日だな。羨ましいぞ。休日散歩してんじゃねえか。つえーシェルブレつえーシモダジン。女の子モテないもん、重いもの。他当たってね。はいはい。あ、これあれ、リーフィアの岩。この苔岩。これあれだな。こう、あれしよう。虫、スプレー使おう。スプレー。あ、そうなんだ、やっぱり。OK。大きな猫。今日めっちゃ人来てない。いや、別にいつも通りだと思うよ。言うてリアルタイム人数、立ち見がちょろっと出たぐらいだから、大して普段と変わらんと思うぜ。ジムクリアした、した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 。今プラズマ弾追っかけて、これ追っかけ終わったら終わりみたい。レンジャー来た。ポケモンレンジャーってあったよね、ゲームね。よいしょ。ウィグイ。ポケモンレンジャーやらない。やらない。わかん、どういうゲームなのかよくわかんない。まあ、そもそも。レンジャー、うっす。事故マジで。ほんとただの事故なんだけどマジで。ほんとただの事故なんだが、ぐるぐるするの。ああお、ニャース進化するぜ。みんな待たせたな。ニャーン、ニャースで、ニャースニャ、ニャ、ニャースがにゃ、にゃ、にゃーすが進化してるよー。ペルシアンだー。え？え？え？ペル、え？は？あ、色違いだから、あ、なるほどね。色違いだから、ペルシアンの色も、紫色なんだ。なるほど。回復しまーす。あのさ、ちょっと、一個聞きたいことがあるんだけどさ、あのさ、レパルダスってさ、チョロ猫レパルダスじゃん。そう。二本足でさ、立ってるさ、悪タイプの猫っていなかったっけ？もう何かと間違えてない。俺、レパルダス三段進化だと思ったんだけど。ニューラじゃない。違う。
マニュじゃない、ちょマニュだったら分かるって。ブニャッとチョロネコ、じゃチョロネコレパルダスの間にいなかった1個ポケモン。なんか2つ足で立つやついない？ニャルマー、ニャルマー把握しました。ありがとうございました。僕のニャルマ三段進化だっけ、二進化か。そうだっけか、ニャルマは四つ足。え、ニャルマでも三進化じゃん。立ってるっていうより座ってる。え、ちょっと待って。二進化だよね。え、三進化でいなかった？あ、六世代のチョロ猫が立ってるだけ？あ、それか、じゃあ、それだわ。ついよ、なんで？なんかミスった。それだわ。そうだわ。そうだ、俺そう、チョロ猫見て、そうだよ、なんでこいつ、え、立ってないんだっけな。あ、ちげえわ、こいつ、真ん中の進化いるんだって思った。それだわ。だから俺レパルダス今三段進化だと思ってたんだ。なるほどな。相手の技見よう。ごめん。そんなことより、めちゃめちゃ今その謎を解くことに必死だった俺は。一回勝ちしてきます。すいません。あ、そうか。6世代でチョロ猫違和感覚えた。なるほどね。5世代やってる人間からしたら6世代の方が違和感だったんだ。そうか。だから5世代やってない人間からすると5世代の方が違和感あったってそういうことなんだ。わお。これは新発見。マジか。はぁ。やっぱグラフィックって大事だね。シビルドンしかり、ニャルマーしかり、ニャルマーじゃねえわ。ニャルマーじゃなくて、ニャオニクスしかり、チョロネコしかり。じゃあ。いや、納得いったな。いや、言いたいことわかるでしょ。言いたいことわかったでしょ、みんな。俺が言いたかったこと。なら、チョロネコは、二本足で立ってるイメージあったけど、あれ、このチョロネコ二本足じゃなくて四本足だなぁ。え、なんでだろうなぁ。までは良かったんだけど、そこで、あ、そういえば、チョロネコって、レパルダスに行く前にもう一段階進化あったなって勘違いしてたの。で、そんで、進化したじゃん。あれ、レパルじゃんみたいな。え、なんでレパルなみたいな感じになり、聞いたら、あ、そういう誤解があったのねっていう、そういうことよ。なんか出てきたんだけど、さっきそこ誰もいなかったのに。キリさん、磯野キリさん。アニメだともう二作高校なんだ。あ、だってそうなんだ。アニメ枠だと二足歩行ってことは、じゃあやっぱ二足歩行の方が正しいの。あの、この頃のチョロ猫はあんまり決まってなかったってことなんだな。アーケオスも5世代から格段にかっこよくなった。アーケオス、4世代のアーケオス。あ、でもよくわかんない。あんまり。そうなんだ。バッチマン2個。早いと、もう2個まで来たよ。ちゃっちゃ言ってるよ、今回、ホワイト。ね、怖く紛らわしいからしゃあない。なんかその辺だよな。その辺の誤解を解くためのさ、4世代5世代実況だったはずなのにさ、4世代5世代実況しながらさ、誤解してるってやばくない？何なのこの実況ってならん。今日はアリーナに入れない。立ち見いらっしゃい。立ち見ね、3、4人いるから、3、4人でちょっと仲良くやってくれ。
アンティオス5世代。あれまた話がややこしくなってきたぞ。で全然乱れ引っ掛け当たんねえのか。めんどくせえから篠原使うわ。もしかして化石ポケ興味ない？ええ、歴代の化石ポケ全部興味ないです僕。申し訳ないですけど、歴代の化石ポケまともに育てたって一回もないんで、全く興味ないですね。正直。ごめんなさい。あの、動画のためにプテラ育てたぐらいなんで。それ以外興味全くないっていう残念な。タテトプスとズガイトス。ドダイトスか？じゃあドダイトスじゃねえ、ズガイトスか。顔の見もらった、オッケー。ワースト1位に活躍の場はね、進化すればあるんじゃねえかなって思うけどね。アーケオスのジュエルバットご存知でない！そうですね、僕はその世代に生きてなかった人間なんで、ジュエル何それ美味しいの世代ですよ。そうだよね、5世代っつったらジュエルだもんな。そうだよ、ジュエルの存在があったからこそ、要はマイナーポケモンに日の目が当たるようなバトル環境だったわけだ、5世代っていうのは。そうやんね。そうだ、ワーキオスのジュエルパッドはショコタンが作った。本当に？あ、使ってたか、使ってたか。作ったじゃなくて、ジュエルアクロバットが強すぎる。え、あのさ、アクロバットってあんまよくわかってないんだけど、あ、アクロバットあれか、あの、道具なければ2倍じゃん。ジュエルって、技の火力何倍になるの ?1.5。それとも2倍、そう、なんでしたっけ、あんまり巻き込む。2倍 ?1.5。1.5。大爆発と同じ火力になるの。え、じゃあ、何？アクロバットそもそもの火力が、いくつぐらいだっけ？アクロバットって。アクロバットって80ぐらいだっけ？今 1.3 だよね、ノーマルジュエルね。60の倍で120になって、で、それが 1.5 倍で240。あ、違う、55か。ありがとう。55×2 倍 ×1.5 のタイプ1、1.5 か。200って、すごくない？それ。55の 4.5 倍？強っ。強くないそれ。で、しかも S110 だから上からいけると。連続斬り、弱そう。水鉄砲がいらないよね。連続斬りもっといらないよね。全部いらないんだけど。いいか、水鉄砲いらねえや、シェルブレあるし。ジュエルアクロバットファイアローやったら大変なことになるから復活しなくていい。え、ちなみにさ、今ジュエルアクロバット、え、でもなんでジュエルバ、あ、そうか、飛行ジュエルがないのか、そうか。そうか、ジュエルバット、え、でもさ、ジュエルバットよりはあれじゃないの、ブレバの方が強くない？火力的に。あれ、ブレバ120だよね。ジュエルブレバの方が強いんじゃないの？あれ、巻き直してなかった。あ、まあ、反動がないか。反動がない分、まあ、多少火力は落ちるけど、みたいな。でも、ハヤテの翼、ジュエルブレイブバードの方がね、強いっちゃ強いよね。いや、もう、あれだな、復活しなくていいな。火力10しか差ない。あ、10しか差なくて反動だからか。ジャポニーカ学習長、ジャポニーカ学習長。じゃあ、あれなんだな。2個目のジャポニカは下なんだな。上がって下がるんだな。本気で分かってなかったわ。わこっていい、こんばんは。瞬間的なメザパの火力ね。あ、あったよね。だから、ジュエルメザパで、こいつ倒せる、ガブ倒すみたいな。そういうやつでしょ。時間稼げ。オッケー。行っちゃうぜ。どこだ？あ、向こう側に降りるのね。ウィース。スプレーが切れたの、今ギリギリ俺は見ていた。スプレー、ポッ。
正直アロートジュエル大して相性良くない。その辺は多分5世代やってた人のなんかあれだよね、多分感覚なんだろうな。分かる人には分かるみたいなね。ジュエル流星群、凶悪すぎませんそれ。ミゲル、え、マジ凶悪すぎない？5世代のさ、対戦環境どうなった？俺しかもさ、俺聞いたことあるんだけど、第5世代の対戦環境ってあれなんですよ、切断してもレート下がらないんでしょ確か。聞いたそれ。あ、ワゴティチャンネル登録しました、あざっす、あざっす。でしょ、やばくない？だからレート2000とか夢のまた夢なんでしょ。で、雨永続だもんね。こっち？こっちはなんかアイテムだな。ただ潜れなくなる。あれちょっと、でも数時間とかでしょ、別に。言うて。言うて数時間潜れなくなるだけで、また潜れるわけじゃん。出し負けしたらすぐ切れるとか、ね。あるよね。やばいよな。相当、第5世代のさ、システム環境、やばいですよね。草結び来たね。草結びはいずれ使うことになるだろうな。1800いったら強えーって感じだった。今やあれだもんな。1800とか単なる通過点でしかないからね。すごい時代になったもんだよね。オッケー。追ってたとは、まさかこんな仲間に倒されるとは、仕方ねえ。俺が相手だ。ジャポニカガチューって、ジャポニカ学習、ジャポニカ学習長、ジャポニカ学習長、ジャポニカ学習長。じゃあ音程聞きたかったの。ジャポニカ学習長。合ってる。次までに練習しとけよ。はい。譜面でください。よかったら誰かジャポニカ学習長の譜面ください。いや、いや2個目は降りるよ。2個目はジャポニカ学習長。一個目はジャポニカ学習長じゃん。ジャポニカ学習長。落ちな、降りないの？違う。この BG、あ、なんかもらった。やった。海竜の頭をもらった。だぜ。これあれだな。これを俺が盗んで、そのまんま監禁してやろう。わー、なんか来た。誰だお前。俺、千利休来たんだけど、マジで。大丈夫か？王様に忠誠を誓った大切な仲間よ。奈良賢人。なんだっけ、七賢人か。せっかく手に入れた骨をみすみす奪われるとは無念です。いいのです。ドラゴンの骨ですが、今回は諦めましょう。調査の結果、我々プラズマ団が探し求めている伝説のポケモンと無関係でしたから、だから海竜なのだって。ですが、我々への妨害では見逃せません。二度と邪魔だってできないように痛い目にやってもらいましょう。マジ？来た。ああ、よかった。ああ、よかったですな。虫ポケモンが騒ぐから来たら何か偉そうな人いる、おるわけですな。さっき僕が倒しちゃった仲間を助けに来たんですかな？こいつ親玉です、そうです。七賢人の一人。同じ七賢人、ゲーチス。あ、ゲーチスも7人のうち一人なんだ。ポケモンと放たれる残りの七賢人仲間に命じて実力で、する。ちょっと分が悪いですな。虫ポケモン使いのアーティにノーマルポケモン相手のアロエ。百戦危うく素直に引き受けましょう。では、ポケモン解放するためトレーナーからポケモンを奪う。ジムリーダーといえどこれ以上の妨害は許しません。いや、つければ、その時はお楽しみに。バイバーイっていう。抹茶かけられるぞ、草吹いた。素早い連中だね。とりあえずこれでまあ OK って感じだな。骨取り返したし、あんま追いかけるのも何かしてかさ分からないです。じゃあ、アロエ姉さん僕は帰りますから、戻りますからか。ヒウッソ？ヒウンシティか。ヒウンシティの
ポケモンジムで君の挑戦待ってるぞと。まあ、ヒウンまで行きますよって感じですかね、次ね。うん。OK。モッティ、あんた持ってるの、それが必死取り返してくれた僕、これはそうです。ごめん、あげます、あげます。はい。臭いんで、これ。はい。何も売れんの？あー、月の石もらった OK だけど、でも使い道が特にない。はい。じゃあ戻しといてください。よろしくね。ヒウソ？ヒウソじゃないの？ヒウンなの？わかりづらくない？うなのか、そうなのか。死なのか、つなのか。奇跡の種。あれあれれおかしいなあれ奇跡の種がなんかよくわからないけど、二つあるんですけど。おかしいなあ、トレーナーかよ、しかもこれ。オッケー、じゃあまあ、とりあえず、まあ、プラチナダーンじゃねえわ。プラズマダーン、疲れてる、終わりにしよう。プラズマダーンイベ終わったんで、じゃあ一回街戻って、街戻った方が近い、行った方が近い。かわかんないけど。で、次の街行って、セーブして終わりましょうか。橋渡る？橋渡った方が近い？行った方が近いか。行った方が近い。上行って橋渡る？行った方が近い。じゃあ行って、じゃあまあ適当に街止まって終わりにしましょうか。そしたらね。うん。橋渡って。そうしますか。もうマイクラのコメラあんま荒れてない？よかったよかった。まあ忠実にやっていくから頑張って。うん。同じぐらいの距離かなと。なるほど。じゃあこの辺の、そう、行った先でイベントないかな、ちょっと思ってんだけど。この辺のトレーナー適当にスルーしつつ、わーお！わーお！何この奥行き感。わーお！え、これ、これ何の橋？アメリカのこの形の橋ってあれだよね、あの、なんだっけ、フルハウスに出てくるあの橋じゃないの。じゃーん、じゃ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 ん、じゃんじゃん。You will where is it? We go and do view! の橋なんじゃないのあれ。先生の爪来た。オッケー。じゃないの。スカイアローブリッジ。ブルックリンの橋。でしょ？あ、プラスレインボーブリッジもちょっと入ってんの。でしょ？ベー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 ベスコスコのスコなのだ。最近それ流行ってるよね。なんかくれない？うん。おいしい。それも練習しとけよ。はい。スカイアローブリッジ。イエーイ、走るぜー。うおー、走る走る俺たち悩めるまだららららあ、確かにそうだね、下に車走ってるっていうのがちょっとレインボーブリッジ臭いね。確かに、ここハイジンロード、ここハイジン、うーわうーわ、なにこの景色、なんでこんなカメラさん離れちゃったんですかね。すげえすげえ、船撮ってるし、雲撮ってるし、やべえ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 し、やべえし、スクリーンセーバー入っちゃったし、やべえ、やべえ、スクリーンセーバー、こんにちは、いい景色ですね。すごいいい景色ですね。おーい、カメラ変わっていく、ウェーイ、えい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 、行くか、行こうか、えい、ウェーイ、ブーン、よし、車の方が僕より速いよ、ブーン、ブーン、ブーン、両手を広げてブーン、あ、こんにちは、あ、ビルなんかいっぱい、ブーン、ね、階段を下って、ガキか、いや、ガキじゃん、ポケモントレーナーで、いよいよマンハッタン、ニューヨーク到着。ニューヨークってか、ニューヨークか、ニューヨークか、マンハッタン到着。来た、うわー来た、これ見たことある、これなんか、ポケモンの CM か宣伝かなんかで見たことある。来た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 。オッケー、到着。ここは、ちなみに、ヒウンタウン、南マンハッタンですね。
はい。あ、なんかいる。ポケモン開封王国ごめんなさい。なんだ、わた、あなた、ジャネット知ってる？ Oh! Yes! I know Janet! Janet is... スーパーボールデイハーフタイムショーで、ポロった人。はい。言葉選んだ。言葉選んだわ。あれでしょ？ジャネット。愛知県ラジオネームなんとかから言われました。いやバカンそこがわらにゃにゃにゃあはん、オカム差し上げます。続いてってやったでしょ。違う。ちょっとネタが振りすぎて伝わらねえか。さすがに無理か。ジャネット無理か。伝わらねえか。今はジャネットもただの地球儀。これがジャネットなのな。これがジャネ、あ、ほんとだ。あ、ジオネット、ごめん。あ、ジャネットじゃねえのか。あ、ジオネットね。終わり。終わり、今日。終わり。終わりでーす。カタカナも読めません。終わり。終わりでーす。あ、モッティ、超疲れてます。終わりでーす。終わりでーす。もう完全に疲れ切ってまーす。もっぴー終わりでーす。すーかよ、すでーす。完全にすでーす。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画の下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。最近かなり暑くなってきましたね。東京も30度超える日が増えてきてるんで、皆さんぜひとも熱中症対策等々しっかりした上でね、健康にお過ごしいただきたいというふうに思います。それではまた明日、あったかくして寝ろよ。問題。はい。日本の戦艦を5つ答えよ。え？ヤマト、ナガト、コンゴ、あとは？戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。戦艦帝国、ダウンロードは概要欄のリンクから。おー。